はい、こんにちは。私、ふんのあやです。今日はですね、何の動画かと言いますと、じゃーん、シティ情報福岡の、レン君が表紙のこちらの雑誌のレビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、まあこちらの雑誌は福岡では割とおなじみの、タウン誌になってるんですけれども、まあ、よくグルメとかが載ってるので、たまに私も立ち読みしてる雑誌なんですが、まあ、今回レン君が表紙ということで、購入させていただきました。まず感想一言で言うと、レン君のページ自体はそんなにないです。はい、まあ、もちろん当然なんですよね。これなんかそのレン君とかアイドル扱ってる雑誌じゃないのでしょうがないんですが、まあ、私は川尻君のファンなので、表紙だから、記念で買いました。福岡とか近隣県在住の方はですね、ちょっと今コロナで、なかなか外出できないと思うんですけれども、まあ、福岡に行くことがあれば立ち寄りたいようなカフェとか、ショップのことがですね、よく書いてありまして、私も知らないお店とかあんまり行かない地域の、グルメ情報が載ってたのですごく、面白かったです。なんで、まあ、そういった感じで読むにはですね、まあ、福岡お住まいの方もしくは近隣県の方は非常にいいかもしれません。で、県外の方はもし JO1 もしくは他に推してるグループが福岡で公演をするときに、ついでに福岡も観光しようと思ったときに、読んでおくとより福岡を楽しんでいただけるようなお店がたくさん載ってるなという印象です。実はですね、これレン君がいるとこ大濠公園っていうんですけど、これ私買う前にたまってたま旦那さんと出かけた公園だったんで、同じようなとこ歩いてました。はい、桜が今ちょうどちょっと咲き、五分咲き、ちょっとこの週末ね、天気が悪かったんで、もしかしたら咲いてたものも散っちゃったかもしれないんですけど、一部、少し桜が咲いたりしてました。はい、で、レン君はですね、大濠公園のでっかい、池があるんですけど、その周りのところにどうやらいたみたいですね。で、この時なんか中でですね、このレン君のページでなんかコーヒー飲みながらなんか食べてるんですよ。サンドイッチみたいな、サンドイッチっていうかサンドイッチなのかな、これなんか アボガドみたいなやつとクリームが乗ったもの、サワークリームかな、なんかそのサンドされてるものをあーって食べてるんですけど、どこのやつなんだろうと思ったら、福岡市美術館がこの公園の中にあるんですけど、そこのカフェのものを、食べてるみたいですね。ぜひ今度行ったら食べてみようと思います。同じメニュー何なんだろう。はい、まあ、それと合わせてこれ撮ればよかったんですけど、まあ、福岡は今知事からですね、不要不急の外出は控えてくださいという指令が出ましたので、今日はドラッグストアとあとスーパーに行くぐらいしかちょっと今日はできないので、まあ、またね、ちょっとタイミングを見て、行ってみたいなと思います。まあ、主にレン君のインタビューだけでですね、何ページ使ってくれてるのかな、まあ、表紙みたいなところも合わせて 1,2,3,4,5,6 ページ、書いてあります。なので、まあ、割とレン君のファンだったら、まあ、ずっとレン君が喋ってるんで非常に読み応えはあるんじゃないかなと思いますね。まあ、主にレン君の今までの、こととか、オーディション中のこと、そしてなんか曲のこと、デビュー曲についてのことを聞いてますね。非常に面白いなと思ったのがですね、人って好きな人に似ていくらしいんですよ。僕が人に優しくすれば僕のこと好きになってくれたファンの人も人に優しくなれるんじゃないかなとって言ってるみたいなので、川尻くんのファンはレン君みたいな、人にならないといけないなと思いました。はい、あとはそうですね、レン君の目から見て自分以外にスタートから一番変化したメンバーはと書いてありますけど、これはまあでもこの2人はなんかレン君とちょっと似てるというか、チベスな兄弟でおなじみですし、なんか決まったもうね、なんかずっと 1,2 で争ってきたので、そうですね、ヘイロ組とはまた別で違う意味で一番近くにいた人なので、まあ、近くで見てきたんじゃないのかなと思います。で、皆さんの関係性も変化したと思うのですが、ギャップや魅力を発見したメンバーはという問いに関しては、個人的にルキ君とレン君の絡みってこうなんだろう、異色の2人が絡むみたいな感じなんで、私も結構好きなんですよね。だから、FC に入ってる方はこの間のルキ君の交換日記とか見られたかったはですね、すごく面白かったんじゃないかと思うんですけど、ああいうのすごい、いいなと思います。レン君のファンとしてもすごく嬉しいし、まあ、JO1 のファンとして見ても
なんだろうな、2人の絡みがすごく新鮮で面白いなと思いました。なんか別のジャンルの一等賞の人たちが絡んでるんで、なんかすごく変な感じですよね。どう説明したらいいんだろうな、この感じ。なんかうまく例え話が見つからないですね。ね、まあ、まあ元からギャップ系の人なんですごいわかりますね。うん、まあ、そういったことをメンバーに関することはそういったことを書いてあります、ね、あとはなんかほとんど、曲のことを一緒一つ一つ話してくれてます。はい、まあその辺がちょっとおっと思った記事ですかね。非常にいい内容でした。これに載ってる記事で、このパン屋さんが載ってるんですけど、このパン屋さんちょっと行きたいなと思いました。はい、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、一応シティ情報福岡、こちらの雑誌の内容は、ザザというような感じ、そういう感じでした。はい、と、まあ、雑誌といえばですね、近々発売されるもので私がちょっと欲しいなと思ったのは、ザ・スターっていう韓国ではですね結構割と昔から発行されてる、なんかアイドルがいっぱい載ってる雑誌なんですけど、まあ、日本でいう明星的なところなんでしょうかね。あれの日本版が出るらしく、まあ、表紙がなんと、解散してしまって X1 が表紙で JO1 も載ってるそうなんですけど、なんと、社長のインタビューが載ってるということでですね、これはちょっと欲しいなーって思ってるんですよね。でも あれは多分この辺ではタワーレコードでしか扱ってなさそうなので、もうオンラインで買っちゃった方が早そうだなとちょっと思っているところです。はい、皆さんは近々、発売されていた雑誌で買ったものありますか？男性雑誌のスマートとかも結構出てましたけれども、さすがにちょっとあれはあの表紙だけちょっと堪能させていただいて終わりました。はい、という感じでね、買った雑誌がちょっと溜まっていってるんで、まあ、読み尽くしたら早く整理をしたいなと思っております。はい、ということで、今日の動画は以上なんですけれども、私の動画では JO1 のこととかをいつも動画にしております。この動画でよかったらぜひいいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもしてますので、よかったらぜひフォローしてください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。